はい、皆さんこんにちは、滋賀県で心も体もあったかい家づくりを、目指しておりますベストハウスネクストの吉本です。ですね、まあ、今日は先ほどもちょっと水害、あった場合何すべきかという雑誌、そういうのを、ちょっと紹介をさせてもらったんですけども、最後ですね、ちょっとここね、やっぱり大切なことかなと思います。水害の保険に加入していれば一連の修理の際は業者が行いますと。業者が行う、またいわゆる保険金で、やってくれるので、まずですね、急にね、一気にこう固まるとは思うんですけども、ちょっと知り合いの業者さんとかその先た家、もし今お付き合いがあるようだったら、そこにですね、まずお電話連絡をして、住民自らね、動くのはもちろん、そういうのもあるでしょうけども、ボランティアを待ってるじゃなくてですね、そのプロにもお任せするっていうのも一つです。特にお年寄りとかね、体のちょっと不自由な方とかは、ぜひ、まず保険をちゃんと、どういう保険に入っているとかね、水害になってからね、調べるのはまた大変なんで、今ちょっと見ておいていただいたら。そして自分たちが水害に入っていないなと思われるんでしたら、まずそのハザードマップというのがございます。自分たちの住んでいる地域がどういう災害があるのか見てから、その保険をまた入り直す、見直すというのが、大切なんじゃないかなと思いました。以上です。